今日動画の訂正とお詫びの急遽株主報告会始めます。6月23日に公開した銘柄スナイパーシリーズで、ゆうちょ銀行とこのスライドショーが混在してしまっているっていうコメントをいただきました。視聴してメッセージ見て、もうマジか、全然違うじゃん、視聴違ってるじゃんって、たくさんの評価はいただいて、もったいないんだけど、銘柄スナイパーの名に恥じない勝率を極限まで上げることを運営理念にしているので、修正コンテンツ上げて、元あるやつ、これをね、消そうかなと。今までコメントしてくれた人や、公開の時に一緒に見てくれたリスナー、本当に感謝しています。また、見てくれよな。まあ、家族に見た銘柄資料を見せたら、ごめん間違ったって言わないとダメですよね。と、もう一つ、メンバーシップ60人超えて、計画を始めます。まあね、30人超えたら、作ろうかなって言っていたんですけど、あっという間に、あれ ?50 人超えてる。あ、60人超えてるじゃんってなって、YouTube でチャンネル評価がされて、急に注目されるようになりました。まあ、人間の幸福は3つで構成されているんです。3つが経済的自由、つまりお金ですね。で、3つ目が人との利なんですよ。で、僕に欠けているものは人との関わりで、このチャンネルの視聴者はお金と経験が豊富で、投資という新しい挑戦をしている人が 80% 以上を占めています。しかし、お金の話っていうのは日本ではお金の話をする人は悪い人という洗脳がね、はびこっている。どうしてもね、オーピラのそのオープンカフェでお金がどうかとか経費がどうかっていうのを言うと、なんかみんな視線を感じるんですよね。お金や価値があるもの、これをコミュニティでして成長する人の居場所が必要だと僕は感じたんです。で、今メンバーシップ10人を超えてチャンネル登録5500人と、 VTuber では成功者の領域に、じゃあ未来どうしたいか、これからこのサロンを創設した、これからはメンバーと仲良くなってメンバー同士が連携して知識を共有する経済圏として機能することを目指します。メンバー各個人がアウトプットを向上させ人を巻き込んでいく、人間の感情が分かったら未来の株価なんて見えてくる、これは応用なんですよ。自分の居場所ができて、この分野だったら頼られる、メンバーが必要とされる、そういう部活を作っていきます。本の出版とかテレビの出演とかもね、来たらめっちゃ嬉しいですよね。できるって信じてる、みんなもできる、夢を言葉にして聞く人が多くなるほど自分は成長している、成長は人間らしい高次元の幸福である、人間の幸福3つ、お金、つながり、健康、全部手に入れて世の中の平均より幸せになっちゃおう、そういうサロンも目指します。それについてはね、またと長くなっちゃうので、またの機会に、もうビジネスとお金について考える投資のすすめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらうチャンネルです。皆さんもお金を増やす感覚をつかんで、大切な人を守る幸せのために強くなっていきましょう。それでは皆さん、遊びも仕事も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう、バイ。スピードに乗っている俺の NSX も、外から見ていてあんな風に見えた時があっただろうか。引き込まれる、この心地よいリズムに引き込まれてしまう、シンクロしていく。